向かった山小屋燃やすいやそれに比べたら大丈夫ですか。それもだし、あそのね、入山、うん、の時なんか上でさ、ご飯食べると美味しいよって言われたのさ、雪やばすぎてもう上と頂上着いたらもう3分で下山でさ食べる人だから揚げ句の果てに俺風呂入れねえしさあ、面白い。先生お久しぶりです貫禄が出てきた今日もよろしくお願いしますなんだそのそのにこやかこいつです人身事故あったよ切れてるよ最初は小関マイクをバツされるもんマジで思ってるよ小関痩せた。なんかえ痩せたよね遠くから見て思った痩せた。うん。これこれのお返しではないんだけど、嫁があ、ありがとう絶対好きだよっつってこれってあげてみて、これは別にこれのお返しじゃないか普通に。超可愛いんだけど。カテちゃん好きだと思うよ。カテ。ありがとう。ああいやでもなかなか下から見るとマヤさんでしたから高そうだけどね。かっこいい。すごいよ。これ本当に。いやのどかだね。本当のどかとかいうレベルじゃなく。むき出しじゃん。マザーネイチャー感じじゃねえ。これやばい。着いた着いた。通行禁止。あ、ついてんだ。本当だ。兄貴たち。間違いなく BMI だよ。あ、教えて。買ったやつ。これ。これおニュー。ゼガマ。かっこいい。半端じゃない。ショック吸収性。うん、かっこいい。これ登山用？トレイルラン。トレラン用。なんだか。かわいい。ゼガマ。リュックも新品。パタゴニア。え、いいね。いい、うん、なんかパランテっぽいね、このパトコン。何っぽい？パランテっていうリュック。パランテ、うん、おはようございます。現在8時半、山形県の摩耶山に来ました。300名山に入ってるみたいですね。摩耶山の登山のコースによっては東北最難関ルートと呼ばれるぐらい結構険しいようなんですが、今日は初心者から中級者コースの星沢ルートで行きたいと思います。今日は6人パーティーで行っていきたいと思います。いらっしゃい、いらっしゃい。すいすい、よろしくお願いします。お願いします。ほら、ちゃんと山に挨拶した。山にいつもちゃんとしてるじゃん。はい、お願いします。お願いします。お願いします。山の日だからね。そう、今日山の日よ。俺はちょうど去年は岩手山登ったのかな。山の日、うん。今度ね、一緒に、あ、いつ出んだっけ、一緒に出んの。11月か。こてっちゃんとね、コート復興マラソンね、宮城復興マラソンってのがあるから、初フルマラソンでしょ。うわー、入りてー、沢好きねこういうの好きだね。
心者コース。こっち行こう、滝ぐるっと回るコースですよ。違うっけか。滝だね。左だ。あ、この弁財天。初心者コース、多分初心者コースで戻ってくんだな。そうしよう。帰り街どっかでさ、水浴びない？超気持ちよかったよね、前ね、入った時。あのさっきさ、ちょっとちっちゃい壺、滝壺みたいなのあったから降りれそうだったよね。あそこちょっと入れば、入ろうかな。登山終わりの水、マジ気持ちいいから。慎太郎、そう、行こう、ここ虫多いや。慎太郎泊まりかけたとこですよ、前。そう、冷たすぎて。あ、どこだっけ。あるね、大朝日。大朝日、うん、いいね、なんかやっぱ顔が違うもん、山柄の雪山、ね、人間からするとこなんだこれ、簡単だな雪山。あの日に比べたら表情いいもん。早いしね、俺はいはい、今ね、はいはい、笑ってられるのも今のうち。彼が。滝登りベテランコース。出ました。俺の中で有名な。大丈夫。やばいね、気をつけて。よかったね。結構やばい。今張ったわ。え？やばいやば。折れてはない。折れてはない。かなり痛い。大丈夫。かなり痛い。こっから滑ったの。こっから肩。いやマジで気をつけな。いや本当だよ、ね。結構ぬかるんでるよね今日。滑るやっぱ。なかなかの高度感あるね。いい山だね。一回水休憩しよう。ああ、ああ、いやでも本当損害すんでよかったな。舐めてたわ。ゆっくりか、ゆっくり。余裕っすか。いや、結構ですね。でもこの後まだ600。そうだね。水場気持ちいいけど滑るね。そうだね、ちょっと危ない。危ないね。今日は天倉への予定ですが、なんか雨降ってきそうな感じしてきましたね。ちょっと遅すぎます。ちょっと遅すぎます。やばい、自力で立ってないじゃん。やばい、もうなめてた。なんなのこれ、さっきすごかったじゃん、テンション。マジやばい。やばいやばいやばい。もう言葉はもうゲボ吐きそう。そうだね、栗ペースで。いつまで登りなの。進んでおります。ずっと登り。あと標高500ぐらい上げるから。下りない下りない。あまりの遅さにこてっちゃんがロクのリュックを持つことになりました。今絶対物を食えない。でも、ね、ちょっとずつね、登りながら食べた方が絶対、うん、そうなんだ、うん、水だけじゃない。ダメダメ絶対。塩飴持ってきたでしょ。今ね、10時25分大体10時半ぐらいで、約2時間歩いてきました。あのね、もうロクちゃんが完全にダウンしてるんで、みんなで代わりばんこにリュックね持って登ってる状態です。最後ね、600m ずっと登るんでね、なかなかきついかもしれない、普段登山しない人は。
見えなくなっちゃいましたね。お疲れ様です。来るときめっちゃ天気良かったけどね、今完全に曇ってます。ゆっくりだけどペースね、落としすぎないで行きたいと思います。今まで行った山で一番行きたい山ランキング、河野。もう1回、岩手さんは2回行ったので、あ、もう2回行ったらちょっと、ランキング外。そうね、この間行ったら、はいはい、まあ、好きだけど、まあ、鳥海と、あと、日内かな。鳥海、日内。日内よかったな。あの、木道の中のさ。はいはいはい。なんかもう、あと登った時間帯も良かったよね。そうそう、もう朝日のね、そうそう、風ない中で、うん、鏡みたいなさあったね。あれは綺麗だった。そこら辺は最高だった、ね、もう一個選ぶなら、もう一個は鳥海日内。あ、でも、うん、やっぱ八ヶ岳行きたいかな。あー、ちょっとまだ伊予岳しか登ってないけど、伊予岳も良かったし、八ヶ岳ね。マジ苦しい思いしかしたけど楽じゃないよね。いや、楽じゃないというか、もうやっぱりパッキング下手すぎてさ。ああ、天白ですか、どこで天白ですかって言われたからね。今やったらさ、もっと軽くいけるけど。そうだね、でもやっぱさ、荷物重くなると全然体力の持ってかれ方違うから。そうね、デポしたからいけたけど、あれ結構きつかった。八ヶ岳もいい山ですね。赤だけね、行ってみたいけど、ちょっと冬の話怖いな。冬はね、夏行きたいな。夏行きたいね。夏でもだって結構難しい山。ドクさん、やばい、釣ってる。もう治らない。頑張って登った後の帰りも心配。ちょっと雨も降ってきましたね。一旦がっつり休憩して回復させましょう。水が足んないかも。俺水あるよ。ちょっと分かんないから、いいやと。とりあえず握らず、握らず。うまそう。どうぞ。お腹空いてました。いらっしゃい。お湯沸いてる。すげえ、うまい。おいしい。やばいやばい。あちち、ここタンメン。八合目バス。ちょっととても動画で収められるほどの虫じゃない。かゆすぎる。いきますか。よっ、よし。あともうちょいです。晴れてきました。すげえ、そこだ。おぉ、よいしょ。おぉ、見てこの絶景。ナイス。うわ、すごい。でもうわおい。うわ、絶景絶景。絶景。うわ、頂上で休憩してたら見れないかな。いや、ワンチャン晴れることあると思うよ、うん、ちょっと休憩しよっか。はい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 。あ、改めて。ここか。お疲れっす。ここだ。本当に本当に。はい。お疲れ。お疲れ。いやいや。はい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 。
かな。ちょっと晴れてほしいね。いやなんとか到着した。途中本当にやばいかと思った6ね。飯食う前、あ、これ本当に球場レベルかと思った。笑ってたけど、まあちょっとやばいかもと思った、まあ、置いてくけど。いやヘリの話でちょっと想像したここからヘリ。ヘリ待つならここは絶対一番いいっすけど。まあやっさん、景色はこんな感じでした。全くちょっとね、30分ぐらい待ったけど全然ダメだね。今日は下山したいと思います。うん、清流よ、清流。すっげえ綺麗じゃん。やばい、でも気持ちいいな。地球を感じてる。おはようございます。え、マジでショック。なんで？どっか滑って転んだ？転んどったな。どこにいるんですか？さあ、やった。あ、今足来てる疲労。重いな。食べちゃって。うまそう。いただきます。あー、いい匂い。あ、俺めっちゃ好きだわこれ。うまっ。1個食べたよこれ。うん、これうまっ。やばいな。ラムチン。うん。牛しか食えない。2人で。俺は下山飯史上2位ぐらいだ。チータン強い。超好み。入った。まあ、入った。2位ランクインしました。うまいよ。うまい。あの、栗原のラーメン屋は、あー、でも好きだけど、こっちは好きかな。こっちは食べらんな、仙台で。アイゼンとかね、収納するときは900ナンバースリーっていうもので、インスタ上げたらね、友達にね、これよこせっていうのは、まあ、やっぱりライトが必要なんで、これもね、今山でめちゃくちゃ